こんにちは、かなです。今日はドレッサー紹介をしていこうと思います。イエーイ。ドレッサー紹介をしてほしいっていうコメントとか DM があったので、ドレッサーを紹介していこうと思います。ではレッツゴー。私のドレッサーはのコーナーはこういう感じになってます。これがメイクとかするときに使ってる感じですね。でこの椅子は今はまだ発注するの待ってて、可愛い椅子があんまり自分的に気に入るのがなくて、とりあえず家にあったマッサージチェアみたいなのの土台を使ってます。なんで結構ね、不安不安っていう不安定な感じになってますね。ドレッサーっていうか机と鏡が別々で買って、この机はこういう感じのね、3つ棚があると思いきや1個と2個に分かれてる感じですね。ちょっとこれ下の方にいっぱい線があってごちゃごちゃしてるんだけど、足が猫足になっててめちゃくちゃ可愛いですね。これを私がこのこことかね、ネジで自分で留めて、こことかも自分で留めて、何これ留めて作りました。めっちゃ可愛くない？ほらね。でたまたまこのタンスと同じようなボタンっていうか取って部分だったので、お揃いって一瞬思いますね。はい。で鏡がめっちゃ大きいのを買いましたね。確かこの幅が83センチとかで、縦が60何センチとかだった気がします。これは3段階に分かれて電気がつく感じですね。オレンジの電気、白っぽい電気、オレンジ明るいみたいなハーフミックスって感じですね。でこれ長押しで電気の明るさが変わりますね。はいはい、明るくなった。いつも私はマックス電光でやってます。でここのタンスの中にはいつもカバンの中に入れるようなものを置いてます。お財布とリップとか入ってる、これ痴漢撃退のスプレーですねとか入れてるポーチと鍵とイヤホンとかで、こっちにはちっちゃな鏡、これ結構鏡遠いから、アイメイクとかするときにもうちょっと近づけたいから、そういうときはこのちっちゃい鏡を使ってメイクしてます。あとは二重テープとかライターとか予備のやつとか空箱とか入れ物が入ってますね。でこれはなんかアイラインとか細かいものをポーチに入れてます。ちょっとこういう細かいもののしまい方が分からなくてこれにしまってますね。でこれは空港とかで限定で売ってるパレットなんだけど、あんま使ってないけど気分的に使う日が来るかなって時に使うから、ちょっとその気分が来るまで出番待ちって感じで、こっちはメイクをやってる時によく使ってたパレットですね。はい、あとこれは歯のホワイトニング買ってみたんだけど、ちょっとあんまり分かんない感じです。はい。で次はこの鏡の横にあって、主にメイクとかスキンケアをしまってるような棚たちですね。なんか私こういうところに物をあんま置きたくなくて、これは机と鏡はもうほんとこのままがいいから横に置こうと思って、この昔 IKEA で買ったガラスのテーブルにいろいろ物を置いてますね。こっちが一応スキンケアのコーナーとベースメイクのコーナーとって感じにやってます。で上はコットンとかちっちゃい香水たちとか、とルブタンのアイシャドウとかフェイスミストとか、とこれはなんかねボディ&シャンプーみたいなやつを置いてます。ビューラー一応置いてる。スキンケアはもうポーラが大好きすぎてハマってますね。もうミルクがなくなっちゃって、最近はサンプルっていうかミニセットでついてきたクリームを使ってるんだけど、めっちゃいい。今度はクリーム買おうと思ってます。でクレンジングは前まではアイリムーバーがあったんだけど、もうなくなっちゃって買いに行かなきゃいけなくて、なかなか買いに行けなくて、
これで今アイメイクを落としてます。でこれは角質がポロポロ落ちるおすすめのミルククレンジングです。でこれは夏とかに使ってた一番最後に塗るタイプのパックですね。でこれは試供品たち試供品のコーナーだったんだけど、いろいろ使いまくってなくなっちゃって、今これだけしか試供品がないです。でこっちは洗顔とパックと、私が大好きなディープクリアライザーです。でこれは下地コーナーなんだけど、これがなんかどうかなって思って今実験してみてる下地と、私が超大好きな下地、これめちゃくちゃ肌綺麗に見えるポーラの BA デイセラムですね、とエスティの私が大好きだったこのマキシマイザーがまだ持ってる感じですね。で奥のはなんかイベントに行った時にもらったんだけど、ちょっと暗かったから夏に使う用のファンデーション、これはもらったパウダーと、これもドンキで買った真っ白になる下地ですね。すっぴんとか結構これ使ってます。で下ベビーパウダーと、寝る時に使ってるほっくりする感じのリップクリームですね。こんな感じかな。はい、こんな感じです。そしてこっちがリップとかコスメ、アイシャドウとか、そういうメイク製品が全部入ってます。これは絵です。描いてもらったの私の誕生日プレゼントに描いてくれました。めっちゃ可愛いよね。はい、リップたちはもう適当に置いてます。なんか一応こっちが私的に一軍のリップとか、なんか見栄えが可愛いものを置いてて、ちょっとこれはあんまり気に入ってない。でこっちは撮影とかもうすぐ落とす時とかに使うリップとか、保湿の持ち運びリップとかグロスとかがありますね。最近使ってんのはこのグッチのオイルリップの113番っていう、すごいベージュっていうかブラウンのリップかな、こういう感じのリップです。なんか私普通に自分の元々のリップの色がやっぱ一番顔に合うから、基本的には色こういう色がつかない、これが少しピンクつくんだけど、こういう色がつかないグロスとか保湿だけやってるんだけど、これは少し色といっても保湿もできるし、秋冬っぽい感じに仕上がるからこれを使ってます。これはアイシャドウですね、とスーシーのアイシャドウと、なんかツヤが出るやつとか。でこっちがマスカラですね、私が大好きなマスカラと美容液と、あとこれはマスカラリムーバーって言って、メイクを落とすときにアイリムーバーだけでも結構マスカラ落ちるんだけど、結構抜けることが多かったから、このマスカラを落とす専門のものを買ってみました。ヒロインメイクのやつですね、と下地とコンシーラーです。でこちら上からじゃあ紹介していくね。これはシャネルなんだけど、なんだろうこれ、あ、ずっと昔に買った、もう油分とかで固まっちゃってる、いつかの夏に限定発売したかなんかのハイライトですね。あんま使ってないからもう捨てなきゃなって思ってます。でも一応撮ってるみたい、昔の私は。ここはねあんま使ってないコーナーなんだよね。でこっちがアイシャドウ眉毛のやつとシャープナーと、これはずっと昔にサンローランで買ったものなんだけど、限定だったかな、違ったかな、クチュールモノ5っていうやつで、なんか昔の私にしてはセンスいいっていうか、ブルベを意識して買ってるんだけど、これ結構色がね暗くて、あんまアイメイクでは塗らないから、最近はシェーディングで使ってます。ブルベとかってシェーディングがちょっとオレンジっぽいのしかないや、世の中にはちょっと顔がくすんじゃうなって思ってたの。そしたらなんかどっかのメーカーさんがこういうチークみたいなのを出して、こういう色のそれをシェーディングで使ってる YouTuber の子を見て、あ、私もこっちの方がいいじゃんと思って、これを試しに使ったら結構違和感なくて馴染む感じだったので、これを使ってます。いつもより確かにちょっと顔が明るく見える感じかな、おすすめです。そして次はじゃーん、エルメスのコーナーです。私あんまコスメを持たないタイプだから、こうやってあの大きく幅取って収納できちゃってます。はい、こちらがこの前買ったハイライトです。
もう結構使ってるから刻印が死んでるんだけど、もっと綺麗なの刻印本当は。でこちらがチークちゃんです。めっちゃ可愛くない？キラキラがね、結構ラメが大粒な感じのキラキラなんだよね。ちょっと手持ちなのでできないんだけど、分かんないか、あ、分かるか、ちょっとこんな感じですね。ゴールドっぽいんだけど、そこまで暗くないから私でも使えるって感じで、チークはもう一番ブルベっぽいのでお願いしますって言って青み系ピンクを買ったんだけど、私の肌に馴染んでたのわかんないね。めちゃくちゃ可愛いよ、なんかお人形さんみたいなピンクかな。ハイライトの方が1万3000円くらいしたんだって。私でもその時お買い物の時、私基本的にあんま値段見なくて、その1万円前後かなって思うものって値段見ないんだけど、これもそのまま買ったらまさかのお会計終わった時も私あんま分かってなくて、帰ってきてあれいくらあったんだろうと思ってググったら1万3000円とかで、えそんなしたんだみたいな。それに気づかずにババって使ってしまったガサツな女です。次はマックのハイライトと、もう紹介する気がなくなってしまってるね。シャネルの空港限定でよく売ってるやつのパレットで、もうちょっと汚いね、紹介できるほどのものじゃないんだけど、ここを全部使い切っちゃって、この今チークをたまに使ったりとか、このパウダーファンデーションを使ってぼかす時とかもあります。リップとかもう1回も使ってない。でこれが最近私はオレンジメイクに、意外とオレンジもいけるじゃんっていうのに気がついてしまって、最近よく使っているアイシャドウです。これを目頭に塗って、これをベースに塗って、これとこれで二重の幅を塗ってて、これは最後にキラキラキラってつけてます。結構オレンジ可愛いよね。これもらったの友達から。で次こちらがシャネルのナンバーファイブの限定アイシャドウです。じゃん、もう使っちゃってて汚いね。これは結構キラキラのラメなので、メイクの仕上げに最近塗ってて、これとかはあんま使ってないかな。たまにこれは使うけど。次がこちら、これは多分チークかな、なんかオレンジっぽいチークなんだよね。昔の私がハマってた色で、夏とかはいいけどちょっと冬はあんま使わないかなっていう感じで、最近出番が少ないです。私は基本的に結構汚い感じで放置してます、メイクとかの道具は。でこれがポーラのもう超お気に入りのパウダリーファンデーションですね。多分私は01番とかそっち系の色を使ってます。一番明るい色だったかな。めっちゃいいよ、ちょっと汚いけどマジでいい。これははい、めっちゃ肌綺麗になります。で次はこちら、これはもらったピンクとかパープル系のアイシャドウですね。じゃん、もう大事に大事に使おうとしていつも薄く塗ってるので、結構薄めのメイクの時にこのアイシャドウを使ってるような感じですね。次がこれもまたアイシャドウですね。夏に買ったアイシャドウですね。最近あんま使ってないかも。でも一番これがなんか使いやすい、私の中では。でこっちはクッションファンデと、もう最近ほぼ使わなくなったクリオのハイライトなんですけど、作ってくれた人たちに申し訳なくて、なんか捨てられないですね私こういうのって。たまになんか使う時はまあある。でこれがクッションファンデ、グロークッションの方、こっちを最近は適当メイクの時は使ってるかな。はい、最後のこの棚はこれはもう全然使ってないセフィーヌの固まってるパウダーと、最近まで使ってた顔が私はくすんじゃうタイプのシェーディングですね。これは普通に良かったけど、やっぱりなんかブルベとイエベって結構関係あるんだって思うぐらい、さっきのこっちでシェーディングした方がめちゃくちゃ顔が明るく見えて、こっちだと結構顔がくすむから、ちょっとこれは使わないよなって感じですね。でこちらがクッションパウダーですね、ディオールさんの。入れ物可愛いよねディオールって。やっぱり私あんまりディオールのコスメ好きじゃないんだけどだけどこれだけは結構質が良くて2個買っちゃいました。はい、こんな感じで簡単な紹介終わりです。ここに絵が描いてあります。これも描いてくれたの同じ人が。とこれはなんか可愛い置き方があんま分かんないから適当にパッて置いてますねっていう感じかな。はい、こんな感じで私のドレッサー周りの紹介でした。イエーイ。あんまり女子っぽくないっていうかそこまでこだわってないから、可愛いとかキュンキュンするおしゃれみたいな感じではないんだけど、
私はこの大きい鏡があるだけでハッピーなので、ここでいつもメイクをしてます。はい、こんな感じであんまりキラキラしてない私のドレッサーでした。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。もうすぐ1万人なので、ぜひみんな広めてください。私も頑張ります。じゃあね、またバイバーイ。ピアス買ったの、可愛いでしょ。キラキラ、バイバーイ。